国学院大学は東京都渋谷区東4丁目10-28日本部を奥日本の私立大学である。1920年に設置された大学の略称は国学大、国大、公天高級書で使用されていた椅子。国学院大学博物館展示。国学院大学は1882年に創立された公天高級書を母体とする大学である。 高天高級書は明治政府の浸透政策の一環として古典研究と新職要請の機関として創立された。1890年に高天高級書によって国学院が設立されて以来諸学問を通じて日本の伝統文化を明らかにして国や地域への貢献、国際社会の発展に寄与するとともに自己の個性を 最大限に発揮することのできる人材を育成することを理念とし、国史、国文、国法の研究機関、国学の大学として研究と教育を重ねる。1920年に日本の私立大学では、早稲田大学、慶応義塾大学に次いで最も古い段階で大学令に基づく大学となった。渋谷キャンパス、国学院大学と表記されている。 新事態での国学院大学あるいは新事態を含む国学院大学表記はマスメディアやスポーツ分野で政治体の使用が認められない場合に使用されることがあるが国学院大学の責任において発行発信されるすべての発行物広報物書類においては政治体表記を基本としているなお渋谷キャンパス前の交差点を及びバス停名が 国学院大学前であるほか、渋谷キャンパス、多摩、プラーザキャンパスともに、国学院大学の表記も一部用いられている。国学院大学学則第一条では、本学は、浸透精神に基づき人格を投与し、諸学の理論並びに応用を、高級教授し、有用な人材を育成することを目的とすると規定され、国学院大学では、浸透精神を、 日本人としての主体性を保持した寛容性と謙虚さと定義している。明治維新の際、急速な欧米化によって日本古来の思想、文物が帰り見られない状態となった。一方で日本が独立をまっとうし国家が発展するためには思想、文化、体制は日本の歴史、民族性に基づくものでなければならないという機運が高まり、 1882年国学院大学の母体である皇天皇宮所が明治政府によって設立された。11月4日の皇天皇宮所会公式当日、初代総裁、アリス川の宮高人新王は教職員、生徒に対して次のような国要を述べた。盆学門の道派本を立つつより、大なる派幕士、小二国帝を公明してもって立国の基礎を堅しくし特性を、 寛容してもって人生の本文を人数派百世益不べからざる転足なり自指定をある箱の二案子これ、本校の設立を要するゆえんなり国学院大学見学の精神は、この国有の本王つることを規定としている。本王つるは、日本人が寄って立つ根本を明らかにするという意味である。日本の国柄を明らかにし、人柄を養い育むことで、 伝統文化に基づいた日本の根本を極めることが国学院大学の浸透精神の基礎を成している。中高の祖、羽賀八一教を元学長で国学院大学中高の祖と呼ばれる羽賀八一作詞の国学院大学校歌にも見学の精神は歌い込まれている。また、1890年7月に 高天高級書書大所長の山田明義が公表した国学院設立主意書には国史、国文、国法を中心に学び、海外百科の学問も網羅研修することが述べられている。思いに、両の字を用いるのは、浸透精神に基づいて相手の立場をもんぱかりつつ、自己主張を行い、協調を図るの意味を込めているもの。国学院大学には、 神社本庁の神職の資格が取れる神職課程がある。大学でこの資格を取得できるのは国学院大学と工学館大学のみである。皇天高級賞をルーツに持つ経歴もあり、日本文化に関連する特色ある行事が行われる。1月には渋谷キャンパスで奈良平安時代の新式の成人式を再現した成人加官式が行われ、男子が勘、女子が かんざし子と呼ばれる装飾具を東部に記し、学内の神殿に報告する。7月の七夕には、和装デーが開催され、当日は、浴衣で授業を受講できるほか、学内に竹が飾られ学生が短冊をかける。10月には、物を剣じて十五夜の満月を鑑賞する、中秋寒月に由来する、寒月祭が行われる。渋谷キャンパスと玉、プラーザキャンパスにそれぞれ図書館があり、 新道、国史を中心に約百六十万点の資料を収容し、国学院大学本源寺物語をはじめ貴重な資料も所蔵している。八百八十二年に明治政府は日本の古典、霊式を研究し国家に必要な人材を育てる国学研究機関を組織化するために東京に設けた皇典高級所が八百九十年に国学を高級して、 日本民族の国家関連を輸出する施設として開設した国学院を起源としている。1920年の大学令により旧制大学に昇格し、戦後は1948年現行の新学生によって新制大学となった。高天皇級諸書,書大総裁のアリス川の宮高人信郎、明治東京都千代田区飯田橋の 東京区政会館前にある公天高級所、おこりさち記念碑。国学院大学と日本大学が1985年に設置。国学院大学開校の地の被告学院初代委員長の高崎昌夫。大正1923年5月、渋谷氷川浦五領地に移転した国学院大学。昭和石川岩吉名誉学長共造。 石川は1946年に国学院大学の理事長見学長に就任。1959年以降は名誉学長。平成令和渋谷キャンパス多摩、プラザキャンパスシンボルマークスクールカラーオリジナル。キャラクター効果、応援歌学部渋谷キャンパス多摩プラザキャンパス。研究科すべて渋谷キャンパスに設置平成16年より。 専門職大学院ホーム研究科を設置していたが、平成30年4月に廃止した。専攻科渋谷キャンパス別科渋谷キャンパス短期、大学付属機関21世紀、COE プログラム私立大学学術、研究高度化推進事業組織的な大学院、教育改革推進プログラム大学教育、学生支援推進事業質の高い大学、 教育推進プログラム新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム国学院大学には自治会が存在する。毎年選挙が行われ、クラス、学科から代表者を選出し、学生総会を開催している。文化系サークルの連合会である文化、団体連合会及び大学当局に強い影響力を持ち、これまでにサークル施設の獲得運動や、 学費値上げ反対運動などを展開した。また、自治会は、国大生の学生生活や権利を守るためには、社会に目を向けなければならないという考えに基づき、反戦、反憲法改正、反安倍政権、普天間基地辺の古移設反対などを掲げ、著名なジャーナリストや記者を招いた、講演会を開催したり、学内で演説やビラの配布、掲示を行うなど、 精力的に活動しており、左派として認知されている。1995年から2005年に至るまでの、早稲田大学における、角丸派勢力の相当により居場所をなくした、活動家の多数が国学院に移ってきた権威があり、現状としては、大学側による実地会への交渉はほとんど行われていない。株組織として、文化団体連合会があり、 学祭運営や加盟サークルへの活動支援、保障を行っている。学術、文化、体育系の多様な部会、サークルが活動している。渋谷キャンパスでは、若木会館、玉、プラーザキャンパスでは若木21がサークル施設になっている。体育連合会、文化団体連合会、同好会連合の3つのサークル連合が存在するが、 それらに所属していないサークルも含めると200近いサークルが公認され活動している。代表的なサークル等と大学野球2010年秋季リーグ戦で初優勝を果たした公式野球部国学院大学では卒業生を院友と呼び同窓会として一般財団法人国学院大学院友会が存在する。 1882年に開けこうした高天高級所の卒業生が1887年に結成した水保会を創始とする。1890年に高天高級所の教育機関である国学院が設立されると1894年にその卒業生によって水保会とは別にイントモ会が組織された。1931年にイントモ会は 財団法人に移行し、イントモらの活動も活発化する。2012年には一般財団法人に移行し、現在まで活動を続けている。同窓会本部である渋谷キャンパスに隣接したイントモ会館は、イントモや関係者による寄付で建設、運営されている。2020年時点でイントモ会会員数は約15万名に上り、 全国に59の都道府県支部を抱え、各支部には、地区部会、職域部会が置かれている。また、国学院大学経済学部卒業生によって、組織される、イントモ経済会や、法学部卒業生によって組織される、法学部 OB、OG 会、マスコミ会のイントモで構成されるマスコミイ友トモ会、国学院大学で学位を得た研究者で構成される。 イントモ学術振興会の4団体が協力団体として活動している。イントモ会は年に一度のイントモ大会や新年院、有効寛会を開催するほか、各支部でも総会を開き、また、会報の発行などを通じて、イントモの親睦進化を図っている。そのほか、公益事業として、国学院大学在学生のための経済支援や各種講座、 講演会などを行っている。歴代、会長一覧出展院員友会館院員友会館は、院員友会活動の本拠地で、国学院大学渋谷キャンパスの一角にある。院員友会館は1932年に建築されたが、老朽化のため1987年に現在地に新築された。また2008年には大規模改修がなされた。初代院員友会館は、 地上2階建てだったが、新会館は地上4階、地下1階建てで、ラウンジや大ホール、会議室、研修室、和室、茶室などの施設がある。ラウンジからは日本庭園を眺めることができる。イントモ会館の建設や運営には、イントモや関係者の寄付金が活用されている。イントモ会館は建築以来、卒業生や在学生、教職員の会合を、 交流、休息の場所として利用され、イントモ会の各種祭事も開かれる。現在は、大学関係者だけでなく、地域住民など一般にも開放されている。所在地は、東京都渋谷区東4丁目12番8号。渋谷キャンパス若木タワー、渋谷キャンパス学術メディアセンターかつて、飯田町にあった、国学院大学は、 大学礼大学昇格沖に静寂な環境にある渋谷の日川御領地に移転し渋谷キャンパスのルーツとなった今日でも周囲は自社や学校の多い完成な文教地区である文学部経済学部法学部新東文化学部の全学年及び大学院が使用する渋谷キャンパス敷地内には天照大神をはじめとする天神地議800万神を祀る 国学院大学神殿がある。2002年から創立120周年を記念して再開発が行われた。2006年6月に若木タワー、2008年6月に図書館とコンピュータ教室を備えた学術メディアセンター、2009年9月に3号館が完成し再開発事業は完了した。なお、渋谷キャンパス再開発事業の一環として進められた。 総合学習館は2019年3月に完成した。3号館1階に、和なごみ、3号館2階に、メモリアルレストランの2つの学生食堂がある。また、学術メディアセンター1階には、カフェラウンジ、若木が、丘があり、いずれも学生でなくとも利用できる。和なごみの、看板メニュー、さぬきうどんは毎日香川県から陸送され、1日700玉が、 売れる。神道文化学部を要する大学の特色を大切に、食も日本文化にこだわり、特に、さぬきうどんは、国学院の代名詞的存在になっている。学術メディアセンター地下1階に、考古展示室、神道展示室、講師展示室、企画展示室の4つの展示室を備えた、国学院大学博物館がある。AMC1 階の 約85平方メートルのオープンスペースには、本棚兼読書スペース、道の基地が設置され、本棚には、新書や、写真集、漫画など、約800冊が配下されている。渋谷キャンパスは、近代的な設計や立地を生かして、アイドルグループケヤキザカ46の楽曲、サイレントマジョリティのアーティスト写真や、 ロックバンドグループフレデリックの楽曲、終わらせないとのミュージックビデオなど、アーティストのロケ地としてもしばしば用いられる。玉、プラーザキャンパス玉、プラーザキャンパス中には玉、プラーザキャンパスの様子1985年に、八王子文校舎から移転した新石川校舎を、玉、プラーザキャンパスとした。人間開発学部の全学年が使用する。千二十一年には観光学部が、 開設予定。2013年まで国学院大学幼児教育専門学校が併設されていた。北海道キャンパス1982年に開設した国学院女子短期大学は1991年の国学院短期大学への改称を経て2009年、現名称の国学院大学北海道短期大学部になった。国学院大学参加の短期大学部として 北海道キャンパスの役割を担うとしているが、法制上は、学校法人国学院大学が運営する短期大学で、国学院大学からは独立している。その他連携先は、青山学院大学、実践女子大学、実践女子大学短期大学部、精神女子大学学部間協定等国学院、大学組織図国学院大学の前身である公典、高級所に、 日本大学の前身である日本法律学校が創設された経緯があり、国学院大学学長が変わった際や日本大学総長、理事長が変わった際には互いに表敬訪問するなど交流が続いている。栃木市に所在する以下の学校法人及び教育機関は1963年に国学院大学から分離独立しており、現在は別学校法人による運営となっている。 名称に国学院を有する学校群は運営上国学院大学に属さず上位組織の学校法人国学院大学に直属するため系列校でまとめている。ありがとうございます。